はい、おはようございます。チーム手巻き TV です。ということで、本日はご覧の通り、可愛いカピバラが主役のテキストアドベンチャー型ローグライク RPG カピバラ GO の紹介案件をいただきましたので、紹介していきたいと思います。テキストアドベンチャー型ローグライク RPG っていうのは、テキストアドベンチャー、活字を中心に展開される冒険で、同じクエストでも何回も冒険に入るたんびに内容が変わると、このローグライク系の RPG ゲームになります。でね、これやってみるとわかるんですけど、私42歳なんですけど、42歳のおじさんにはね、こののほほんとした雰囲気と、活字で冒険を進めていく、なんか昔ゲームブックを読んでいたような、あの感覚、ドストライクなゲーム性でしたので、そのあたりの面白さを中心に紹介できたらと思いますし、動画の中盤では大量ガチャも引いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では行く。ということで、早速遊んでいくんですけど、このメインのクエスト、はい、スタートボタン押しますと、こんな感じで、まあ文章でね、1日目琥珀の浜かなにたどり着いた、2日目みたいな感じで進んでいきます。で、たまにこんな感じでスキルを選ばせてもらえるんですけど、オレンジはいきなり当たりです。はい、いや、どうしようかな。反撃の達人取っとこう。こんな感じで、もうね、スタートしてすぐにいいスキル取ると、もうちょっと興奮してきます。で、このスキル同士の組み合わせとかも面白いっていう感じですね。はい。で、こんな感じで、4日目は最大 HP 7% アップ。はい。いいイベントと悪いイベントを繰り返しながら、こんな感じで経験値を獲得して、レベルを上げて、スキルを入手していくと。で、最終日にめちゃめちゃ強いボスがいるんですよ。そのボスを倒せたらステージクリアなんですけど、このボスがめちゃめちゃ強いです。あ、今大当たりですね。はい、 HP60% 回復とゴールド獲得。はい、こんな感じで日々が進んでいきます。今もう8日目ですね。で、ここは休んで HP を回復するのか、探索して最大 HP を 10% 伸ばすのか。今 HP 満タンなんで、もちろん最大 HP を伸ばしていくというような感じです。さあ、ちょっとあまりスキル入手できてないな。そして戦闘はこんな感じ。まあ、基本的にフルオートでサクサク進みます。で、まあ、今さ、相手がさ、弱くてさ、ドラクショーに見えるじゃん。これ序盤だから。うわ、またオレンジ来た激アツ連続オレンジはなかなか熱いぞ。めったにないです。これは一気にいけるかもしれない。うん。で、さっき言いかけたんだけど、まあ、序盤の敵弱いと思って油断してると、中盤とか終盤どんどん敵強くなっていきますから、もう今のうちにね、効果的なスキルとかを集めていくっていうのが大事なんですよ。バトルに勝利で経験値とゴールド獲得。さあ、いいですよ。こうやって攻撃力が地味に上がっていくイベントもいい感じ。さあ、魔法の塔を見つけたということで、探索します。攻撃力 15% ということで、レイジスキル強化選びます。はい、レイジスキルっていうのは、戦闘の時にHP ゲージの下にですね、もう一個ゲージがあると思うんですよ。この私のカピバラちゃんの黄色いゲージですね。これがレイジゲージです。で、これが溜まるとレイジ攻撃という強力な攻撃をぶちかませるわけですね。でですね、私はこのレイジを中心に戦術を組み立てていくのが好きなので、このレイジ周りのスキルを特にね、優先的に取っていきます。でね、たまにレイジの溜まる速度が倍になるスキルとかあるんですよ。だから、レイジが発動するときに、いろいろ発動するスキルをつけといて、なおかつそのレイジが発動しやすくなったときに、相乗効果でめちゃめちゃ強くなるっていうパターンがね、私の得意技ですんで。そんな感じで寄せていきたいと思います。お、HP 減っとる !HP めっちゃ減っとる。死んだスケルトンを見つけました。さあ、探索します。50% 勝負成功です。もう一回 50% 成功です。これもう一回 50% 当てると熱い。来い。あー、ダメでしたね、最後は。まあまあまあ。敵に、エンカウントしました。さあ、結構いいスキル取れてますからね。うん。この機会は無駄にしたくない。さあ、この辺りから敵もどんどん強くなっていきますね。こうやってね、敵もレイジゲージ持ってる敵もいるんですよ。レイジゲージ持ってる敵は強いですね。相手もレイジ技打ってきますんで。さあ、来ましたよ、レイジ技。痛い。もう半分削られてますからね。ちょっと HP 回復のイベントが欲しいところですね。さあ、そしてですね、まあ、私のカピバラちゃんの左下にいる、キノコ。はい。このね、緑色のキノコは私のペットになりまして、まあ、私が今乗ってるマウントであるワニとか、そういう強化要素もいろいろあります。さあ、ちょっとここスキル弱いんで、一回更新かけましょう。これ!これ!
この開幕レイジ、これ超強い。ありがとうございます。いいの取れました。この開幕レイジとですね、レイジが溜まる、速度がアップする、その2つをねどうしても取りたいですね。さあ攻撃力 21%、 素晴らしい。いいですよ、いいですよ。 HP 回復 OK、 HP 回復もいいところで挟めました。さあということで、ここでボスバトルです。中ボスですね。まだ倒せるか。まあまあいいスキルは取れているが、やっぱねボスはもうめちゃくちゃ強いんですよ。あ、ダメだ、全然ダメだ。くそ、まあ、そもそもの基礎戦力が足りてないまであるか。いやー、いやでもね、明らかに無理だろうみたいに見えるかもしれませんけど、ほんとね、ぶっ壊れのスキルをいくつかね取ると全然攻略できちゃったりするんですよ。ということで、こちらがね今の私の装備品なんですけど、紫がねエピックって言って相当レアリティ高いです。でね、この武器がねレアなんですよ。だからね、エピックの武器取れたらもうちょっと強くなれるのかなって思ってますんで、まあ、ここはねガチャで強化できる部分なので、今回は初のエピック武器を目指してガチャ引いていきたいと思います。それではレジェンドトレジャーボックス開いてまいりましょう。で、なんかね気になるのがね、このエピックの他に S 級エピック装備っていうのもあるみたいなんですよね。6回以内にエピック確定、56回以内に S 級確定。 S 級の武器欲しいねー。多分 S 級自体私初になると思いますんで、これ武器で取れたらめちゃめちゃ嬉しいやつです。じゃあ行きましょう。10、あ、びっくりした。これは普通のレアですね。エピックもまあなかなか取れないです。あ、でエピック1個取れた。ありがとうございます。オッケー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 。いや、普通に硬い鎧。わかりやすい名前。ありがとうございます。これ戦力強化。20連目。行きましょう。パッ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 パ。お、また取れたぞ、エピック。まあ、ただ武器は取れてないですね。さあ、S 級エピックってどんな感じなんだろう。来い。どうだ?おー、またリングの方取れましたね。さあ、6回以内にエピック装備確定だから、これでとりあえずエピックは出んのかな?さあ、S 級エピック確定が近づいてきたぞ。さあ、なんか取れた。ありがとうございます。はい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 。アイスバブル。これなんだ?アクセサリーか。さあ、S 級が近づいてきている。興奮する。おお、とた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 。とりあえず武器ゲットです。ありがとうございます。俺もエピック武器持ちになりました。じゃあ、次。S 級エピック出ますんで、参ります。S 級エピックって何?出るんだよね。これで出るんだよね。参ります。さあ出るぞ。2、3、4、多分次か次の次で出る。この次出る。武器でお願いします。あ、なんかすごいの来た。なにこれ、かっこいい。なにこれ、めちゃめちゃかっこいい。ガチャの演出淡白だけどめちゃめちゃかっこいい。これ何、めっちゃ強いんとちゃう。これ何、アクセサリー。え、めちゃめちゃステータスアップ高い。そして攻撃時対象に脆弱性を付与し、2ターンの間会心攻撃を与えた後ダメージも、なんかめっちゃ強そう。いやー、どうしようかな。ちょっとね、もう一個ぐらい S 級欲しいな。 S 級のやっぱ武器が出たらめっちゃいいんだけどな。いや、 S 級はかっこいいよ。まあ、自力で引く場合もあるんですからね。さあ出たぞ、紫。ありがとうございます。まだまだ。S 級来い。はい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 。まあ、エピックもね、引けば引くほど合成してね、強くできますから。いいね。いいよ。あと26回。いやでもなかなかやっぱ自力で S 級っていうのないのかな。自力で引きたいとこだけどね、S 級を。さあ、そしてちょっと武器。普通にエピックの武器も引いてくれ。頼む。強化したいんだ。うわー、引けない。ちょっと武器、なんか、もう一個紫の武器も引いて欲しかったんですけど。まあいい。ここで S 級。よし。6個目ね。2、3、4。頼む!頼む!あー、なんだ、これはなんなんだ、これはなんなんだ。また、リングか。でもどうなんだろう。氷のスパイクか。俺あんま氷系で攻めないからな。やばいやばいやばい。ガチャが止まらなくなってる。ガチャが止まらなくなってる。ちょっと待て!もう56回だー。やばい、もう、発作が起きちゃってるよ。ガチャが止まらない。発作が起きちゃってるってばー。
とりあえず紫の武器もう一個。紫の武器とりあえずもう一個。それは最適。オッケー。あ、ダメかな。いや、これ、あれかな。剣と杖で強化ってできんのかな。まあまあまあ。後でやってみよう。あ、それより、S 級だ。S 級ピック。S 級ピック。S 級武器。S 級武器お願いします。あと26回。あ、出てるよ、出てるよ。武器もようやくここで出てきたよ。いいよ。はい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 。はい。そして、そして、この次だよ、この次。いや、でも S 級はやっぱ自力で引けないのかもしれん。さあ、ここ。6回目ね。また、いつもと同じ6回目。2、3、4、5、ゴー！おー、めっちゃ強そう！アクセサリーだけどー！はい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 。はいはいはい。はいはいはい。あ、絶対強い。絶対強い。通常攻撃は追加で自身の HP の 5% のダメージを与え、最大10倍の攻撃ダメージ。やばすぎだろ、これ！いける。これはいける。さあ、ということで、武器と、この S のエピックをレベル30、他をレベル20に大幅強化してまいりました。HP 見てください。47,500。ムキムキカピバラマンです。じゃあ、リベンジ行こうぜ。しゃあ。やったんぞ、やったんぞ。やったんぞ。中ボスどころか。一気に大ボスまで走り抜けましょう。さあ、雑魚戦は、蹴散らしていきましょう。瞬殺です。オッケー！いきなりオレンジもありがてえ。絶対絶命バリアいただきます。さあ、ただね、全然これだけ強くなっても、余裕じゃないと思ってます。まあ、一見余裕に見えるんですけどね。ほんと、敵の強さがね、加速度的に上がっていきますから、ナイス！オレンジ連続ナイス！連撃の達人行きましょう。スキルもね、やっぱいいの引かないと、本当にボスには勝てないと思ってます。さあ、50% 抽選。当てていく！もう一回。当てていく！オッケーオッケーオッケー。3連続で当てました。そうしたらこれスキルもらえるんですよ。まさか。スキルの引きもめちゃくちゃいい。ちょっと鳥肌立ってきた。このチャンス生かしていきましょう。3連続オレンジは強すぎる。とりあえずいいよ、今んとこいい感じ。うん、ベゴッとね、メシャッと踏みつぶしていきましょう。いいよ、オレンジ超引く。会心の達人いただきます。めっちゃいい。さあ、そしてここでエリート。ま、エリートはね、嬉しいですよ。倒したらレアスキルもらえますんで。まあ、まだね、25日目なんでやられるってことはないでしょうね。オッケーオッケー。まあ、防御力1500も多分相当硬い。いけてますね。そしてね、オレンジ何にしようかな。暴君いっときますか。暴君。いやー、ちょっと待って。ごめん、レイジ習得だ。これめっちゃ強いんですよ。通常攻撃で追加で25レイジ。つまり、2発通常攻撃したらレイジ溜まるんですよ。このレイジ。これ、めちゃめちゃ好きです。いいの取れた。さ、さらに、こっちがまだ、エリート倒した方の宝箱だった。つまりさっきのオレンジは自力か。やば！トリプルアタック取っとこうかな。天使！おいおい、どうした？攻撃力、もりもりもり、どうした？おい！こんな運いいことそうないぞ。オレンジスキルラッシュや。見てこのオレンジスキルの並び。綺麗。このオレンジスキルの並び綺麗ですわ。いける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 。いや、逆に言うとこれくらい引き良くないとマジボスいけないと思ってたから、いくらね、装備品で強化しても。さ、魔法の本見つけたぞ。何これ？ 25% でスキル獲得ってこと？ヒロン、25% 引いたってこと？最強。そして、勇猛。これ。これやばい。ユーモ、これです。ボス戦で一番強いと思ってます。毎ターン攻撃力が上昇していきます。しかもこれね、毎ターンカピバラちゃんが大きくなってね、なんかすごい楽しい。よし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 、さらに HP 20% アップ。これでいけなかったらいついけるねんっていうぐらい欲しいスキルがほぼほぼ取れてるね。見て、カピバラちゃんどんどんでかくなってくるでしょ。毎ターンパワーアップしていくから、ユーモで。そして60日目、ボス戦です。長い長い冒険でした。結果を見ていきましょう。よし！よし！ここでこっちのバリアが消えた。大丈夫。またバリア発動してる。勝ちですね。いや、これも引きがめちゃくちゃ良かった、道中の。
もうほんと欲しいスキルほぼ取りましたからね。いや、もちろん装備品を鍛えた甲斐もあるんですけど、スキルと装備品の合わせ技の勝利です。ということで、思いのほか強くなりましたんで、このね、ダンジョンもね、この難易度9で止まってたんですけど、楽勝でしょうな。この火力、しばらくはいろんなコンテンツもガンガン進められそうですね。じゃあ、対人戦も行っちゃいます？ちょっと格上ですけど、胸を貸してください。よろしくお願いします。さあ。ずっと殴られてる。ずっと殴られてる、こっちが。あ、バリア硬い。よし、相手のバリア解いたぞ。あー、なんか、めっちゃ凍らしてくるー。全然動けないー。ずっと凍ってるってばー。負けてる。はい、ということで、最近リリースされたばっかりのカピバラ GO をプレイさせていただきました。ゲームはね、見ていただいた通り、のほほんとした可愛いカピバラと油断するとあっという間で死んでしまうクエストのヒリヒリ感の対比がとても面白いと思いました。今回の動画で興味を持ったという方は、ぜひ概要欄のダウンロードリンクからゲームをダウンロードして遊んでもらえると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。